どうも、ムルトです。覚醒できるんだったら、したいよね。ということで、覚醒の可能性をめちゃくちゃ秘めている、この胸。胸の使い方をね、今日確認していこうかなって思うんだけど、これができたら、まあ、覚醒する。結構上手くなるどころじゃない。めちゃくちゃ上手くなる。それは、すべてに影響する。すべての技、すべての動きに影響する。これは断言できる。でも、絶対できる。これが上手くできるようになったら。ということで、そんなね、便利で、そして優秀な胸の動きについて、どれだけ上手にできるかっていうのを確認していこうかなって思うんだけど、この胸の動きって意識してやっていないんだったらほとんどの人がちゃんとできてないと思うのよ。できてる人はまあこの話を聞かなくても、あ、そうだよねって分かったりとか、できるできるっていう反応になるかなと思うんだよね。まずどうやって確認するかっていうと、まっすぐ立つじゃない、胸まっすぐにするじゃない。この状態で胸だけ開くの。これって胸だけ前に出す感じ。胸だけ前で、この時に慣れてない人、ぎこちない人は肩を使って、こうやってね、やったりとかするんじゃないかなって思うのね。肩みたいな。違う、肩じゃないのよ。胸のこの関節っていうのかな。胸だけ使って、ヒュッ、ヒュッっていう感じ。肘とかさ、こうやって関節あるでしょ？これと全く同じような作業だね。関節を動かして、ヒュッ、ヒュッ、ドクン。まあ肩も動いてるように見えるし、なんだったら肩もちょっと使ってるような感覚にはなるんじゃないかなって思うんだけど、でもほとんど肩は使わない。もう 99% 胸主導で胸が動いてる、胸を動かしてるっていう感覚になるね。これが胸を前に出す時の動作。これバック転に使えるでしょ。バック転する時にこの胸の動作を使えると、それはそれは回転力アップするので、めちゃくちゃ上手になる。でね、今度は内側の動きなんだけど、これもまずフラットですよ。で、フラットの状態で、胸だけ猫背。胸だけ猫背。これも多分、ぎこちない、慣れてない人がやると、肩をこうやると思うのよ。マッスルみたいな。マッスルみたいな。胸だけ内側に入れる。胸だけ猫背。胸だけ猫背。この時の感覚も一緒。で、両方確認しましたら、これをね、続けて、ゆっくり確認していこう。ね、今まっすぐです。まずは胸を内側に入れる。胸だけ猫背。この状態から戻す。で、この状態から胸だけ開く。そしたら戻す。戻したら、今度胸を内側に入れるっていう感じで、ゆっくりこういう風に往復させていくっていう感じ。なんせ難しいからさ、この動きをささんって早くやろうと思うと、絶対こう肩でさ、うっうってやると思うんだよね。違うからね、これ違うから、胸の動作だからさ。だからまずはゆっくり確認していこうねってことなんだよね。喋りながらやると難しいね。意識がこうそれちゃうっていうか、胸だけ動かす、胸だけ動かす。で、このたどたどしいっていうか、一回一回止まってできるような動きが慣れてきたら、これを止まらないでぬるっといきます。ゆっくりね、ぬるっといく、ぬるっと戻す。で、このぬるっと操作が慣れてきたら早くしていくっていうことだよね。ぬる、ぬる。で、これね、早くしていくとね、やっぱりね、肩でこう引っ張りたくなっちゃうのよ。私も難しいです。これをできるだけ素早く動かさないといけないから、素早くやればやるほどやっぱこの肩でなんとかしたくなっちゃうんだよね。それだけ難しいので、だからこれ全然慣れてない人は超難しいと思うので、これが100点じゃなくてもある程度高得点出せるようになったら、できるようになってきたら、バク転の引っ張るときにすごく役立ってくるし、あとはこの胸を内側にやる作業なんかは、バク転で手ついた後の起こしとかにも使えるし、起こすところにも使えるっていうことは、ロンダーとのところにも使えるっていうことだよね。で、あとはバク中の引き上げのときなんかも、胸をついて開いて引っ張った方がすごく引き上げることができるので、あと回転するときなんかはもう胸を丸める、引っ込める動きそのものだよね。回転でさ、胸をこうキュッてやったら回転をより鋭く効率よくかけられるっていうところにつながってくると。だからこの胸の操作っていうのは全ての技に使えるから、全ての技が覚醒するよねみたいな話になってくるっていうことだね。これよく言ってるんだけど、だとしても難しいことだから確認するっていう、この地味作業ってすごい大事だねっていう、そういう感じですね。